天天ぶりだ。これパパ外で叩いて、この絨毯。これでやったらピカピカになるよ。上が届かない、一番上が。やばい、これサングラスが必要だ。すげえマジで外、夏。いやマジで夏、サングラス。
シュールを撮りたい。オッケー。どういう風に撮るのこれ。上にですか。撮れない。撮れない。撮れない。こんな音もついてるの。頑張ろう。ママは撮んなくていいよ。なんで？今日は撮りたい。うん、じゃあ任せたよ。お部屋何しよっか。今度は正月ですね。これ短いの？国内産そば粉使用、よくのみそば、半生そばです。これね、嬉しいのがこの出雲美人のお餅がついてます。お雑煮に使おう。あ、いいでした。年末にカニ鍋をします。ここのカニおすすめ、熱を通さずに解凍して生で食べれちゃうカニです。カニのサイズも選べるんです。うちは特大っていうやつにしました。15本入り、15本入り。これもキントのやつ。わー、綺麗。いい感じ。土鍋がどうしても欲しくて買いました。かわいい。めちゃめちゃ、なんじゃこれ。
はい、ということでこの動画が2023年ラストの動画になります。今まで見続けてくれた方も、今年初めて星の子チャンネルに出会ってくれた方も、本当に本当にありがとうございました。私が楽しく YouTube 投稿できるのも見てくれてる皆さんがいるからで、本当に本当に YouTube 以外のことも頑張ろう、楽しもうって思えるのも、みんなが優しいコメントをしてくれたりとか、見てくれる方がいるからだなって思っています。感謝しております。来年も私らしく、そして私のモットーである常に新しい発見をしてチャレンジし続けるっていうことを改めて頑張っていきたいと思うので、来年の星の子チャンネルも楽しみにしててくれると嬉しいです。そして目指すは本当は50万人行きたいんですけど、なかなか行かないの。これが50万人いたら皆さんを巻き込んだ感謝をお届けするっていう盛大な企画をやりたいなって考えてるんですけど、なかなかこれまた難しいものでぜひチャンネル登録をしてくれたら嬉しいです。来年も飛躍できるように頑張っていくんですけど、より皆さんとは近い距離で活動していきたいなっていう思いがすごく強いです。私は思い残すことはないね。うん、よく頑張りました。皆さんも本当に1年お疲れ様でした。今年も残りわずかですけど、体調には気をつけて良いお年をお迎えください。ということで2024年でお会いしましょう。バイバーイ、良いお年を。Mm-hmm.